KGR ゲーミングへようこそ。アーク伝説やっていきたいと思います。本日はですね、フェロックスをブリーディングしていこうかと思います。で、両方ともね、これイベカラーなんで結構子供が楽しみです。でね、撮影用にブリーディング速度めっちゃ速くしてるんで、できればね、生体まで子供をね、動画に収めたいと思っております。それではやっていきましょう。何これ、鬼かわいい。何これ、エレメント持つとこんななるの？完全に薬物中毒じゃない、この人たち。ここじゃスペースが狭いみたいなんで、外にメスを連れていきたいと思います。うわー、めっちゃついてきてる。あ、これ関係ないんだ、多分エレメント持ってれば関係なくついてくるんだ。あ、知らなかったこれ。だって今あれだよね、生物の行動ステイになってるよね。やば、知らなかったこれ。あ、すごいすごい、これ新発見ですよこれ、皆さん。これエレメント手に持っておくとめっちゃきます。危ないですねこれ、間違えてどっか行く不明になっちゃいますねこれ、下手すると。そうなんだ。こちらのメスにまずですね、エレメントをあげていきたいと思います。で、エレメントはですね、基本的にスロットに入れてその番号をして使うっていうのが多分いいかなと思ってます。で、これ食べました。で、今おい、で、今ですね、下のアディクションっていうところが 5% になってるじゃないですか。で、これをまず 100% にするのが第一段階となってます。で、今一つで 5% 上がったので20個ですかね、20個エレメント与えるといいですね。持ってるのギリギリですね。それではどんどんジャンキーにしていきたいと思います。完全に薬物中毒者だ。うわ、怖っ、これやばい。色やべえし、これ。75、80、85、90、95、100です。 OK です。で、この状態でですね、フェロックスが元に戻るのをまず待ちます。はい、こんな感じですね。やべえやべえ、これはちょっとやべえ。絵柄が全然可愛くない。あれ、なんかこれ 100% の方のフェロックスの方がよく動きますね。あ、やっぱりなんか薬物中毒になるとなんか目の方も、右の 100% フェロックスの方がメラメラなってますね。左のフェロックスはまだ1個上げただけなんで、一応こういう違いが出るんですね。ちょっと試しに殴ってみましょうか。でってでってドーン、2000、1500。あ、そっか、ドーン、1700。ああ、そんなに強くないな。ちなみにモササウルスがやると6000。モササウルス強えな。まあ、メレ400ぐらいあるんでね、大事。あれ、ダイヤウルフの方が強いぞ。ちょっとフェロックスよりダイヤウルフの方が強いぞ。ちょっと待って、あれ、このダイヤウルフメレいくつだっけ。400か。あ、強えな。なるほど、この絵はやばいよ。ちょっとこれはちょっとフェロックスの可愛い回だったのに、全然可愛い回じゃないよこれ。なんかもう完全になんかボディービルダーみたいな。やばいよこれ、もう完全ステロイド打ちすぎでしょこれ。完全にこれドーピング機構に引っかかるよこれ。さっきね、メスだったんでね、分かるようにね、猫耳つけてみました。あ、猫耳じゃねえ、バーニーかつけてみました。全然可愛くならないこれ。むしろちょっとオカマバーみたいになってる。あー、戻った戻った。オッケー。あれ、 100% の方が先に戻るんだね。はい、戻りました。あ、こっちは可愛いね。これって、ブリーディングに関しては、アンエイブル、下の方に書いてあるんですけど、アンエイブルワンダーリングオアミーティングトゥーメイトって書いてあって、で、これ、要するに生物行動で、このアンエイブルミーティングっていうことをすることで、いつでも交配可能ですっていう感じになるんですね。で、下が交配可能になりましたね。で、この状態でこっちもアンエイブルミーティングっていうのをやるんですけど、あれ、これいけるのか、これサイズ感違くね、これいける、これやっぱちっちゃくならないと無理か。あ、ちっちゃくならないと無理。あ、やべ、99番になっちゃった。え、これ大丈夫、これ。あ、戻りましたね今で。この状態で、生物の行動、これでいいのかな、後輩可能。あ、したしたした、後輩してる。オッケーオッケー、いいですね。オッケー、ブリーディングしてますよ。オッケーです、いいですね。これでブリーディング。
どういうこと？この距離だったらどうだ？あ、これいけそうですね。オッケーオッケーオッケー。これ後輩してますね。オッケーです。あ、なんかちょっとさっき距離が遠かったみたいですね。オッケーオッケー。ブリーディング速度爆速にしてるんで、多分すぐ 100% になると思います。よーし、これで動画内で子供が見れそうですね。それにしてもこの状態マジ可愛いな。いや、とんでもなく可愛いな。お、もうすぐ 100% になりますね、後輩が。で、フェロックスは卵じゃなくて哺乳類形式でメスが産む形なんで、このまま妊娠フェーズに入ります。 OK、 おー、飛んだすごい。あ、子供できましたよって。あ、10分で産む、すげえな。あ、これ何倍にしたっけ。確かなんかホロサバかなんかを参考にしてやったんで、多分めっちゃ早いんですよね。それフェロックス名前つけてなかったな。これ完全にフワさんだよな。先輩 YouTuber フワさんだよな、これ完全に。それでは孵化まで時間があるので、オスのフェロックスを使って装備をいろいろさせていきましょう。最初はギリーマスク。次はデザート。あ、デザートっぽいっぽい。デザートいいじゃん。デザートそれっぽいよ。いいね、デザート。いや、いいと思いますよ。じゃあ次はこれ可愛いんじゃない？あ、ほら。あ、これはね。これはまあね、約束された可愛さですね。鉄は？やべえ。やべえ、これ。最後に問題作。ガスマスク。やべえ、これ。これちょっとやばい。ハンクみたいになってる、これ。やべえな、これ。いや、でも一番デザートが良かったと思うけど、これ。じゃ、デザートにしましょうか。デザート良かったね。うん、これかっこいいよ。ん？来た！埋まってる！埋まってる！埋まってる！オッケー！あ、父親にだったね。オッケー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 。ベリー入れましょう。オッケー。あ、めちゃめちゃ父親、っていうか、もろ父親じゃん。え、フワさんの感じ全然ないね。ほら、これママンだよ、これ。なんか赤く出てるな。あー、多分これあれですね、多分ブリーディングのチャージタイム、リクエストタイム入ってるんで、リクエストされても今メイトの部分がマックスですよって感じで出てますね。なるほどね。あ、子供はエレメントに反応しないんだね。まだ健全な状態なんだね。そろそろケアのお時間じゃないですか。オッケー。あ、オッケーオッケー、すり込み。え、プラス 100%？ どういうこと？そういう感じの設定なんだ。あ、なんかね、ちょっとインターネットでお手軽設定があるらしくて、それをやってみたんですけど、なんで一発で 100% になりました。まさかのびっくりした。2% まで来ましたね。だいぶこれ進むの早いな。うん、いいね、いいね。あ、体力。引き継がなかったくせえな。ですね。これ多分ダメな方引き継いでるわ。命令と HP。互いに低い方引き継いじゃった。すごいな。でもこのブリーディングの設定やばいっすよ、これ。このブリーディングの設定、一応詳細欄に書いておきますね、そしたら。この設定で初めてやったんだけど、めちゃくちゃ、ちょっと奥でティラノ。めちゃくちゃお手軽ですよ。きたー、大人になったー。やったー。拾う。いやー、やりましたね。ちょっと暗いけど。暗いけど。はい、明るくしました。よー、よかった。フェロックス、これで生体になりましたね。やったね。イエイ。あの子も薬物の匂いを覚えてしまうのか。薬物の匂いを覚えてしまったー。クンクンしてる。くしゃみしたー。アレルギーの薬物中毒者が。来たー。来た。来たー。なんてこったー。はい、それではですね、今日はこのぐらいにしておきたいと思います。ティラノもね、何回目かの排泄をしております。今日ですね、ブリーディングですね、しっかりフェロックスできて、生体まで育てることができました。でね、20枚、エレメント使うので、テックレプリケーターない人はめちゃめちゃ敷居高いと思うんですけど、まあ、そこはね、ちょっと頑張って僕ももう1体ぐらいブリーディングできればと思っております。で、今日使った、ブリーディングの設定に関しては、まあ、超高速でできるんで、まあ、お手軽で便利かなっていうところで、動画詳細欄にも記載しておきます。
でね、いつも高評価とかコメントくださってる方本当にありがとうございます。僕のですね、モチベ爆上げに超つながっております。僕ね、恐竜大好きなんで、一緒にアークの楽しさを共有できればと思っております。それではですね、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録合わせてお願いできればと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。で、ブリーディングの手順としては、まずはメスにですね、エレメントを与えていく作業が始まります。ここに関してはアイテムを使う形で、ゼロボタンに今入れてるんですけど、ゼロボタン使うとポチッと上げるんですね。あれ、お前かい違う、間違えてオスが食べましたね今。ちょっと何してんの、ちょっと違う、やばいのいる。違うよ。それでは気を取り直してやべえなこれ。そしてこれつけてみよう。やべえ。エレメント持ってればおびき寄せれるんだね。面白い。くん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 。はははは、エレメントの匂いがする。はははは。くしゃみしてるけどアレルギーか。エレメントアレルギーか。